どうも皆さん、おじゃすってことで、ジャシンと申します。さあ、今回もね、薬剤の目録やっていきましょう。で、今回はこちら、リトですね。まあ、レベルとかも、ちょっと低くて、でね、武器もそこまでね、育ってないんですよ。これご覧ください。はい、こんな感じでね、まあ、いかにこのリトを使っていないかっていうのが、わかると思うんですけども、はい、手羽もこんな感じです。まあ、でも、気合でちょっと、乗り越えていこうかなと思います。はい。これを食べるのかい？これを食べるのかい？お前肉食だろ。肉食じゃないのか、もしかして。もしかしてベジタリアンっていう説もある。とりあえず火力を上げていこう。火力ぶっぱでいくか、もう。ああ、行こう。美味しいじゃないか。美味しいじゃないか。ああ、そうだな。タメ口やない、お前。お前尊敬するリーバルにタメ口なのか。テバさんよ。まあいいか。行きましょう。薬剤が復活し、各地で厳しい戦いが続くさなか。リーバルは戦場に迷い込んだリト族の子供を見つけるが、戦いの混乱の中でその行方を見失った。リト族の子供？もしかしてもしかして。リーバルから話を聞いたテバは慌ててその子供の捜索に出ることを提案する。絶対お前だろ、その子供。リーバルはテバの様子に首をかしげながらも承諾。子供を最後に見た大森林へと二人は急ぐのだった。ほう、まあ過去の自分が危ういってことで、そりゃ死に物狂いになるよな。誰でもなるわ。これでリーバルをこうやって空中で浮かんで戦うのが基本だと思うんだけど、いかんせん俺はわからない。これなんかさ、近場の敵なんか当たんないんだけど、これ何、これ塩ですか。これ顔の雰囲気もちょっと気味に似ていたね。無駄でも見かけない子だったよって。やっぱりか。爆撃がさ、敵の攻撃に見えて仕方ないんだけど。一応ノーダメだよね、まだ。なんか怖いわ。あ、強い。あ、強い、強い。これじゃない？これっていうか。これでしょ？戦い方。ここからさ、もう、永遠にこう殴り続けるっていう。ほら。ほら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 。強い。あ、待て。切る切る。アイスメーカーでバボンして、オッケー。あ、いいね。強いじゃん。やるね。で、はい、一発。どうやって空中に浮かんだんだ。空中への浮かび方が分かんない。こうか。で、ここから殴っていく。オッケー、見たろ。いいね。なかなか強くね、リーバル。なんか、圧倒できる敵を。そこがいいとこで、宝箱あるから、あれもすかさず取っていくと。あ、見つかった。木こりどうの？舐めてんのかな。うわー、俺の嫌いな敵だ。削り切れ。 OK、 いいよ。ただアイシス勝てんだよな、こいつ。あれ結構食らう。やった。まずいまずいまずい。あ、勝った。ウィー、勝っていく。空中にいた方が移動も早くていいの。これすごくね？これでこんなことしていいんすか、僕。これずるくない、これ。もしかしてリーバル結構強い？キャラランクティア1ぐらいある？もしかして。移動が楽でいいわ、俺。わざわざ地上行かなくてもさ、危険な地上行かなくてもさ、こうやって、ね、楽な位置から無限の圧制できんじゃん、この無限の圧制。いわばこれもう、ギルガメッシュですよ、これ。宝箱見えないんだけど。あったあったあった、これ。オッケー、トパーですね。で、テーパーに切り替えて、リーバルここ行ってもらおうか。ん？うわー、お、かわした。何？かわしたんだけど。最強か、俺。ちょ、怖い。待って、なんか、動けない。なんで？ちょ、動けない。なんでなんで、ね、なんか動けなかったんだけど。C 回転も使えなかった。やーべー、なんだこれ。こいつの画面、酔う。オッケー、ダッシュ入って、サルモレブリ。なんもどうでもいい。こっちの方が大事だ。オッケー、倒していく。ナイス。あれ、ここもう倒した。あ、なんか倒してるな。なんか子供探すになってる。目的が。急に変わった？まあ、いっか。あ、来た。これがテバ？これテバの子供時代？あ、違かった。チューリー。これ子供だよね。どういう、なんか時系列わけわからなかったけど。これ昔だよな。
もういいわ。ちょっと俺考えるのやめたわ。時系列に関しては考えるのやめた。俺はもう強いぞ。誰にも止めらんねえぞ。目的地氷の森部に立ち当たる。ちょっとねリーバルの方が使いやすいからリーバル使おう。なんか慌ただしいよ手羽の動きが。あまりこう戦場に適してない、この狭い戦場に。あ、もう溜まってるか。使っちゃおう。さあさあさあ、おはようございます。見てみるか爆撃を。ウィー強い。これ倒して空中でまずずっとあるで舞い上がって、これで結構安全な位置からやっていくと。あ、これこれね、これが最強なんだ、これが最強なんだこいつので。使っちゃおうかこれ。あ、どうした、これでスマッシュ。これもやれるでしょ。ウィー強い、ナイス。でさらにまたモリブリン確かに出てきた。え、何あれ、待て待て待て、なんかやべえねんだけど。何これ、え、キモ、え、キモすぎる、キモすぎる、キモすぎる。待て待て、キモすぎて使っちゃった。何これ、空中、空中に浮かんでんだけどモリブリンが。何これキモい、やだ俺こんなモリブリン。空中戦ってことこれ。なんか回ってるし、待って死ぬ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 。使っちゃおう。ちょっとまだ裏にも、待って死ぬ死ぬ死ぬ。ねえお前らさ連打すぎだろ、あのシーカー技やばすぎだって。これ何この戦い、これこれゼルだこれ本当に。死ぬ死ぬ、しかも強すぎるこいつら、やばいわ。手はね交換しようかな。あ、倒したわ。交代しよう。まずいわ、敵が新種すぎてキモいんだけど。何あれ、こんなのこんなのあっていいのか。はい、これを使ってテパボンド。テパの動きも未だに分かんねえ。テパは地上で戦うんだよな多分。ただ謎すぎるマジで。ちょっと待って、しかも動けないし、ちょっと待って、死ぬ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 。なんか動けなくなるんだよなテパのあの攻撃、これが厄介。ん、何これ、あ、起動、こんなんだったっけ。なんだこれ、倒した。謎の動きをして倒したけど、いやおもろいな斬新すぎるわ。オクタ風船で飛んでるモリブリ。さあチューリーついてこい。てこれあれだよね、テバのあれで合ってるじゃん、息子いつか僕も戦士になるんだみたいなこと言ってたよな原作で。もうめんどくさい、乱れ狂ってもらおう。これはどうなんだろう。 OK、 ラッシュ入って OK、 いいね、ダブルラッシュ、マリオカート ダブルラッシュ、マリオカートダブルラッシュきた。はい、とどめ、地獄の豪華で焼かれてもらおうか。 OK、 いいね。あ、待て、やべ、もうこれさ途中でさキャンセルできないのうざいな。 OK、これでカット。ナイス。ちょっとリーバル使いたいけど、リーバルもう死にかけなんだよな。これすごいな。これ酔うでしょ、絶対に。人によっちゃ。オッケー。お、ラッシュ入った。ナイス。これ、これあ、ダメージ食らってるかな、これ。結構食らってるっぽいな。さあ、これで、前降りて、スマッシュと。ナイス。これで移動開始するか。オッケー。結構地道だな、このミッションは。これでも集団戦では強いよね、この技。ぐるぐる回るやつ。ぐるぐる回る、ぐるぐる回る。ほら、敵何もできないでしょ。この速さについてこれない。この速さについていけるだろうか。君のいない世界のスピードに。ここまで行ったらおしまいか？まだなんかありそうだな。もう一ボスぐらいありそうだ。あれ？これついてきてない？何しとんの？あ、こっち行くの？またなんかいいんだけど、ちょっとリーバルにも来てもらおうか。さん、チュチュを倒す。なんか今、次元の狭間見た。モリブリに処理した方がいいのか。使っちゃおう。だってまずはもう雑魚処理しないとやってらんねえよ。痛い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 、やだ。あぶねえ。マジ死ねる。まあミスったしもう。ねえ、爆弾だって俺がやりたいの。あ、待って待って。あぶねえ。待って今。奇跡の回避したわ。これが回避か。新手な回避。オッケー。かわしていく。じゃあ、あのね、あの父がやらしいんだよ。一個遠方で
遠方範囲攻撃してるんだよ。ちょっと待って、やばいやばい、遠方範囲が辛い。怖い。使っちゃうか。でもファイアロット使っちゃおう。これ結構燃えるしょこいつら。オッケーオッケー。なんだこれ、食らってる、食らってるよな。チュチュを燃やしていく。ファイアチュチュに当てていこうか。これで移動開始か。よしよし、いいね。もうロットもバンバン使っていこう。もうなんか出し惜しみせずに。そうだよ、リト全然育ってないんだから、使わないとマジで苦戦するよな。早く森を抜けたいところだけど、ボックリンがいないと通れる道が分からない。ボックリン出てくる、うん、さっきちっちゃいのが教えてくれた効力か。あ、これ強くね。これ Y2 回からのこれ結構強くね。はい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 、はい、ほら強い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 。ちょっと制御が難しいけど、で削って削って削ってスマッシュと。ナイス。ちょっとリンゴが結構厳しくなってきたな。リーバルもう体力ねえじゃん。あいつ死んでんじゃん、はい、半分死んでる。オッケー、着いた。風の流れ、ここも通れそうだね。いいね、ここも行くか。あ、強い。あ、これだわ、これだ。成果が見えた。これがチャンス強いわ。あれ、気づいた、俺宝箱一つ逃してる。あれ逃しちゃいけない宝箱だ。え、なんかいる、なんかいるね。もうこんなさ、雑魚一匹に何苦戦してんだこいつは。早く行こうぜ、もう。ちょ、遅ない？早く早く。ほら。お前ら何のための翼だ、それは。何のために生えて、うぅ、来た、待て。動きを止める。え？全然起動しないんだけど、何これ。あ、来た。で、これで、これ。これがマジで、これだ。これが正解だった、ごめん。今まで気づかなかった、俺。これが正解だったわ。え、なんで、ビトロックであれできないの。意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。バグった、バグった。またこのゲームバグったわ。で、1、2で、はい、これずっと連打ね。これでもう勝てるから。で、範囲が広すぎて、雑魚的にも当たるっていう。あー、こうなっちゃった。いや、でもこれも結構強いはず。あ、いいね。もう何が、もう俺目つぶってます、今。何も見てない、俺。気持ち悪くて。またか。動きを止める。オッケー。で、1、2で、これはね、目に優しい。このゲームはいかに目に優しく攻撃できるか試されるね。あ、これでもいいか。これが一番 DPS 高そう。で、スマッシュと。OK。まあまあの削り方だ。うわ、また来た。こういう時のために、これを使うわけですね。水ロープもいいんだけど。なんかめっちゃいるんだけど、何これ。やばいやばい。OK、かわしていく。俺はライネルしか見てないから。あ、ダメだ。やっぱダメだ。ん？使っちゃおう。怖い。怖すぎる、もうこの戦い。なんか死にそう、俺。いずれか。痛い。もうわかんない。何が起きてんの、これ。使っちゃえ、もう。もういい。ねえ、無理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 。スマッシュ。あ。もう忙しすぎて草。もういないザコ、いるわ。お前らさ、ダメージ食らってしないの、味方同士。そういう機能ない。おい、かわしていく。ちゃんと見てます。で、スマッシュと。これでザコ処理は完璧。いつの間にかなんかモリブリも死んでたな。オッケー、いけるよ。あぶねえ、シークアイテム溜まってなかった。これ強くね？あれ、これシールド削る、あれ、もしかして。もしかしたらこれシールド削るあれかもしれない。2、3、4。これ4でこれか。5から空中射撃か。ナイス。これずっと連打すれば勝てるな。よし。終わりじゃないか？さすがに。まだ。勝った。カタルシスか、お前。ディンク使っちゃおう。いいね。3、4、5。で、これで、これ。この射撃ね。何？当たらない。あ、いいね。これ遠距離攻撃。いいよ。待って。これ。雷。OK。これで終わったっしょ。あ、いい。この立ち姿いいよ。何も見えないけど。OK。いやー、苦戦した。強えよ。強えというか、
このリト族マジ難しいわ、扱うの。もうよう練習だな。リト族の子供を守るリト族隊長の体力は50倍以上。なるほど。500隊長倒す。これはまあ、難しいね。で、いろんな武器が手に入ったけど、まあゴミしかないと。あ、これはいいんじゃない？ダメージアップ系はまあいい。まあ、一番いいのは攻撃速度なんだけど、まあ、そこまでこだわる必要はないかな。お、いいね。この時系列がわかんないんだよな。だって、リーバルが生きてた頃って、手は、心配させやがって、ワンチャン生きてない説もあるでしょ。リーバル様にきちんと俺を言うんだぞ。お、いいね。子供とリーバルの。リーバル様、助けてくれてありがとう。はい、積んでる来た。君も子供にはい、積んでる来たよ。リーバル見てるとなんかこっちまで照れてくんだよな。僕、リーバル様みたいになりたくて、いっぱい特訓してるんだよ。いつか大鷲の指だって使いこなしてみせるからね。さっきまで魔物に囲まれてたっていうのに元気だね。僕のような風を自在につかめる戦士になる日も遠くないかもよ。いいね。自慢もしていくと。少なくとも俺は超えてもらわないと。うん、任せておきなよ。あ、怒ってる。それ。あ、意外と寛容だな。え？すげえ、風を起こせるんだ。おい。まだまだだな。一応手もあえて風を起こすことできるのかな。へえ、いやおもろいわ。やっぱリーバルやっぱ一番好きだわ。英傑の中で見てて面白い。おもろいわ、反応が。さあ戻ってきました。やっぱいろんなこうストーリーが見れるのが、お、なんか新しい、あれチャレンジかな、チャレンジが追加された感じ。あ、違う、なんかもう新ストーリーっぽいな。ハイラル姫と王。まあこれハイラル王とゼルダが出てくるのかな、これ。なるほど。まあでもまだ4つ残ってるからね、こっちを先にやっていこうかな。で、さっき追加されたやつがこれ。天かける英傑の弓。かっけえ。名前がかっけえな。で、早き救援者の弓。どうしよっかな、俺。でもやっぱり、まあ、前回も言ったようにね、指導めっちゃ使うんですよ。なんだから、シドの武器が欲しいな。これ。勇ましき救援者の槍。これやっぱ、買うか。ただこれ、もしかしたらさ、武器育てない人への救援措置っていう可能性も、なきにしてもあらずだな。いや、でも買う。もう気になって仕方ない。買うわ。買います。えっ！次の戦いでは任せておけ！オッケー。激化する厄災との戦いに立ち向かう、激化する厄災との戦いに立ち向かうべく、ハイラル王家の依頼で特別に鍛えられた武器、未来の王子、シドの勇ましさを語るもの？合ってるかな？強いのこれ。これ強いのか？ 36 だぞ。その火力。これでいいの？なんか鍵マークがあったんだよね、今。ちょっと待って、見ていい？何この鍵マーク？攻撃速度 6% アップ、マジで強いんだけど。この鍵マーク何？わかんない。これなんだ？こう分かる人いたらちょっと教えてほしい。これ何この鍵マーク？まだ使えないってこと？いや、使えるな。え、何これ？ちょっとわかんないことだらけだけど、そうね、詳しい人いたら教えてください。まあ、そういうわけで、今回は以上ですね。まあ次回、まあゴロンかな？次は。ゴロンをやっていきたい、ゴロン族やっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。